はい、どうもエルザレッドです。それではデスストランディングやっていきましょう。今回は前回に続くで持ち物を運ぶ依頼ですね。フリーがあったのでそちらのサブイベントの方やっていきたいと思います。まあ頑張ってください。うまくいけばそのままって感じだね。頑張ってください。武器のロックを。ささやかな幸福よ。ご機嫌だな。ご機嫌だな。で、今回のルートが、おお、こう、こうなのよね。なんで、まあ、直線的でいいかなとは。思ってるんだけど、多分ね、ここでミュールに会うと思うんだよね。さあ、カエラル結晶をね、しっかりと取りながら行きたいところ。ありがとう。そうだ、それはそれでよかったんだけど、気になったのが、あ、トイレは大丈夫そうか。意外と持つのね。これも帰り道もね、何事もなければ一番いいかなっていうところだけどね。まあ何事もなかったら配信なしだけどね。そんなもんよね。キャラクターフィギュアの落とし物とかあるんだ。へえ、面白いね。そんなもん娯楽品だからね。あ、でもさ、こうやって見るとさ、みんないろんなルートほんと通ってきてるんだね。どこ通ってきたのっていう感じが多いもんね。いや、ロパいいかな。カエラルゲッシュ。あ、プラス1とかやっぱランダムなんだね、数値的にね。濃度が高そうなところだと、それはトイレでしたってことか。そうね、なぜかキノコが入るね。さあ、上に上がって、意外と、危ない。おお、やっぱ定期的に止まるのは大事だね。はしごだと、意外と傾きすごいな。お、無事戻ってきたかな。よかったよかった。これでちょっとは楽になるかな。
さあもうすぐ着きそうですね。いや BGM が鳴ってたんでね、ちょっとね早送りしましたが、まあ、そんなもんだよね。ねえサム、はいはい、発電機で充電すればバイクが動かせるようになるかもしれない。試してみる？いやもちろん試すよね。それは言えちゃいいじゃん。めちゃくちゃ顔がうずくまってたけど、これは休憩になるのか？ああ、セーブができるわけね。なるほど。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。よしよし。ID 認証。クリア。施設内では武器を強制的にロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。スーツに付着したカイラル物質を洗浄。裏話ください。ようこそサムポーターブリッジ。さあついでにちょっとプライベートルームでいろいろとしときたいね。さあまずは一つ目の配送依頼と。来たよ。荷物も綺麗なもんだ。でしょう。服にこけたりはしないからね。ありふれた配達。ブリッジリンクと速度はなかなか上がんないね。じゃあな。新しい落とし物を。この辺りかな、どんどん。メモリーチップと。あ、本当にメモリーチップだね。探索の始まり。一生の宝にするよ。そんなにそんなに。ご提供いただきありがとうございました。そう、まあそんなにリサイクルしなくていいか。あー、ついでに。いや、ちょっとね、バイクが使えるならと思ってね。はい、まあバイクがあるからね。ただこの状態だとっていうのもあるんだけどね。頑張れサム。でもこの時はめちゃくちゃ楽そうに持つよね。
さあ、BB のストレスも解消されて、だいぶ良くなったね。さあ、まずはシャワーを浴びようか。日本分。よし、出てきた。お、こっちも問題なく動いているな。これは X グレネードナンバーワンと呼ばれている武器だ。君が排泄した尿の成分を採取し、それを凝縮生成した液体だ。君から抽出された成分はナンバーゼロに比べてこちらの方が濃い。だから BT に対してより高い効果が期待できるだろう。君がプライベートルームのトイレで排尿すると、その度に採取され生成加工されてグレネードに補充される。ぜひ BT に対してそれを使ってみてほしい。ただそれがどういう効果があるかまでは説明はまだ分かんないんだね。ってことは試してからのお楽しみと。これは X グレネードナンバー2と呼ばれている武器だ。君に使ってほしい。君が排泄した便を採取し、その成分を凝縮生成して液体状に加工した。君はクリプトビオシスを食べているだろう。だから君の便を使ったグレネードは BT に対して目覚ましい効果が期待できるはずなんだ。いい話ではないよね。君がプライベートルームのトイレで排便をするたびに採取させてもらう。それを加工して君の装備に補充しておく。ぜひ試してみてほしい。まあ全部自分の体のものっていう感じだね。ちょっと BB の様子も見て、特には大丈夫な感じ。で、そんでもってちょっとモンスターエナジーを3本飲んで 25% と、多分すぐすぐにはモンスターエナジー増えないんだろうね。特にセーフした。お、すっきりしたね。落とさないように。で、そうだ、これをフィールドに置いて、一旦この状態にしてからの、お、受けた受けた。で、スキャンを開始します。さっきのバイクの話があったんで、ちょっとバイク乗ってみますか。で、バイクを持ってこれるなら、ね。危ない。よしよし。武器のロックを解除します。いや、多分建設しないとっていう気がするな。ただこれ前から思ってたんだけど、この建設って建てれるよ。ポールの外側で試してくれ。さあ、もうちょいで、こっからだよね。こっからどう変わるかっていう話だね。建設物完成しました。さあ、で、これを強化で、
いや、もしかしてサム、君が歩いた痕跡がわかる。振り返って見てみろ。そこに道ができる。君がスパイや特殊工作員ならもう失格だ。だが君は君がつけた痕跡はメタルギアじゃん。君の証だ。君が歩いた証拠を残せ。それが人々に勇気を与え、やがて道になって人々をつないでいく。ネットワークをつないで感謝の気持ちをいいねと送り合えば、つながりはより強く増えていく。だからそのいいねを探すのが大変なんだよね。ちょいと調べてみよう。建設がそもそも移動ではなく時ウルでもなくミュールでもなくそれでもなく建造物、建造物あった。これだね。あ、マジで建造物選択の時にするんだ。なるほど。スキャンを開始します。いってらっしゃい。そしたら一回破棄してみる。あ、はいはい、それは取り行きます。ただバイクに乗せないとね。刺され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 。ほんとバランスの取り方難しいな。なるほど。サム、君が歩いた痕跡がわかる。振り返って見てみろ。そこに道ができる。君がスパイや特殊工作員ならさあ切り返し橋観測発電機痕跡は君が存在することの証だ。君が歩いた証拠を残せ。それが人々に勇気を与え、やがて道になって人々をつないでいく。ネットワークをつないで感謝の気持ちをいいねと送り合えば、つながりはより強く増えていくだろう。道もまた補強されていくはずだ。さあ、建設物完成しました。おお。ああ、電気が回復していってるね。ちゃんと充電完了したことがね。で、アクセルが R にブレーキ、バック、ブースト、スキャンを開始します。ID を確認します。ID 認証。ジャンプ？ジャンプは、確かにジャンプだね。異常なし。ようこそサムポーター、スーツに付着したカイラル物質を洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。意外とこう止まるのは難しい感じだね。で、この長押しでまずリバースを、これをリバースね。
上限値超えるんだ。で、こう持って。背負って、最適化の。いいか、これでいけるね。いやー、これ楽しみだな。バイクでの移動は楽しみだな。あ、違う違う違う。60キロか。で、問題なのは、電気のことで言うと、建設は一つあるね。じゃあ、いざ切れたときはっていう感じか。スキャンを開始します。いってらっしゃい。頑張ってください。頑張るぜ。一応満タンか。あれいいか。あ、じゃあ行きますか。結構こっち山だね。下こう行ってここ突きる感じがいいので、橋作れば橋の上意外とバイク行けんじゃねえかな。なんか橋できてる。でもさ、この意外と落とし物ってかバイクの電池の消費激しいね。いやー快適すぎる。そろそろ反対側行ってもいいかな。そうだね、そろそろ反対側に渡っていても。意外と意外と嫌な予感がしてきたぞ。よしよし、これでいい。しかも雨も降ってきたね。あそこだね。よしよし。やべ、見つかってしまった。さあバイクテクを。これさ、あのバイクの説明があった時に車の話も出てたんだけどさ、ってことだよね。あの車もちゃんとあるってことだよね。あ、こりゃあ、はまったはまってる。
すげえバイクやん。さ、逃げまーす。まあでもこういう道はさすがに通りにくいから、車の方が機動性は良さそうだね。お、これはチップじゃないか。これで依頼品が、納品。久しぶりだね。いや完璧っしょ。さすがだな、綺麗に持ってきてくれたな。それはね、伝説の配達人ですからね。うん、ムッキーズ。さあ、意外と3つ目からなかなか進みづらい感じだね。じゃあ、ほいほい、またね。お疲れ様でした。あた。時間ない。これちょっとやってみよう。時間内に運ばちょっと面白そうだ。おお、まだ乗せれるね。そもそもリバースストライクが何キロ持っていけるのかだよね。まあいいか、これ持っていこう。いやついにね、バイクだバイク。マジラ、やべ。さあ、こっからだ。こっから直線的に行くにしてもちょっと外回りしないときつそうだね。こう行って、こう行って。さあ、おお、やっぱ乗れる。マジ、ちょっとバイク最高すぎやしません？あ、バッテリーの消費上がるのね。やっぱそういう仕様だったりはするわけか。できるだけこういう道を通った方が電池はねっていう感じなんだ。もうさ、この道の感じを見るとさ、人がなるべく通ったところとかそういったところは道ができていく感じなのかな。ちょっとわかんないけどね。ああ、落とし物取ってあげたいけど後回し。いやー、このバイクはいいよ。よし。そうそう。
ガンガン行くぞ、ガンガン。意外とカイラル結晶が見当たらないよね。刺さった。いいね、あの刺さり具合はちょっと面白いな。あ、やべ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 、バランスが。あ、そうだね、バッテリーがね。でも多分もう少ししたら着くから、もうちょっとだけ耐えてくれ。あ、そっちから行けるね。よしよし。頑張ってください。ブリッジズ ID を確認します。キャピタルモッドシティへよう。配送センターへ進んでください。はいはい。いや、超楽。超楽しい。バイクあるだけで超楽しい。ついたよ。さ、納品。サム、荷物を納品してから依頼を受けるんだ。うん、はいはい、納品納品。さあ、3つ一気に終わらせたからね、今回は。あー、でもこのいいね、バイクとかの機動力があったら全然いいね。そうだろう。さあ、エスラン、金属も大量にゲットだね。さあ、おお、めっちゃ増えた。上限値も上がったね、これ助かる。さあ、土壌サンプルもちゃんとね、全部渡して S ランクゲット。45分か、全然どこでも大丈夫な感じだね。3分だもんね。まあまあ、ちんたらしてるよりかは全然いいから。さあ、サービスもさらに上げて、あ、やっと速度上がったね。つながりの始まり。そうだ、渡したいものがある。お、なになに。お、キャップ。キャップあんのか、ありがとう。じゃあ、また来てくれ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は、はい、受注する際はね、にアクセスしてください。おお、ちゃんとなんか配達員らしくなったね。うんうん、いい感じ。さあ、で、それはいいとして、サム、対 BT 兵器が完成したようだ。ママから連絡があった。マジか、やったね。今回運んでもらう荷物はポートノットへの支援物資だ。その中にはこの対 BT 兵器も含まれている。目的地となるポートノットシティは座礁地帯から離れているが、それでも BT による脅威がゼロというわけではない。それに対 BT 兵器があれば、都市の外での活動も今よりだいぶ安全になるだろう。それから支援物資には薬剤も入っている。それに人間の精子や卵子も。特に精子と卵子は、都市の住人に外部の遺伝子を取り入れることで多様性を確保するためには欠かせないものだ。これは劣化することがないように
カイラリウムの無時間効果を利用して厳重に保存している。ポートノットに支援物資を届け、キューピッドを接続する。そうすればこのエリア一帯はカイラル通信で一つになる。湖を渡った先はレイクノットシティだ。だから荷物にはレイクノットへの支援物資も含まれている。ポートノットで納品後、これらの荷物とともに湖を渡る。ではその配送端末で依頼を受注してくれ。これまでで最も長く困難な配送となるはずだ。十分に備えて向かってくれ。了解。やべ、意外とこの辺りのが楽しい意外とね。うわー、敷居が45平米。バイクあれば全然問題ないね。で、サム依頼がこれと。あ、メモリチップ渡しとこう。おお、これはすごい。どうもありがとう、サム。いいえ。フレームアンス、やっこ。ありがとうございました。素材をもらう。カイラル騎士も一応もらえるんだ。リサイクルは？これはこうか。そういえばここって充填する場所ないの？そんな感じだよね。このまま？一応プライベートルーム行けるのかな。あ、行けた。あ、いいね。バイクごと行けるか。じゃあ、あれだね。各場所に充電場所用意しておいてっていう風にすればだいぶ楽になるね。やべ、これなんか中毒性が高いの分かったかも。めっちゃ面白い。あ、修理されてるし、めっちゃいいじゃん。いやー、今回収穫ありだね。おはようございます。いや、めちゃくちゃ収穫ありよ。さあ、シャワーと用を済ませて、まあでもね、そんなに汚れてなかったりするからね、結構移動が早かったからね。さあ、特にはと。まあまあまあ、ここまでにしましょう。今回ね、サブクエばっかしでしたけど、面白かったね。そうだ、あとちょっと気になってることがあって、装備品がね、確か、やっと購入特典で色変えれるはずなのよ。サングラスと、まあこの2つだけか、今のところ。これ、特典だね、購入。あー、悩むんだ。僕、イメージカラー、オレンジなんで、こうだね。これでいこう全身オレンジになる可能性はあるが、
まあ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 、おーすごいオレンジになってる、すごいね。はい、ということで今回ここまでにしましょう。まあ多分次回もバイクを使っていろいろとこなしていく感じになるかなと思います。多分メイン進めるかな。まあただね、でも攻撃系のが手に入ってるんでちょっと気になるところですよね。まあまあ、それは次回の楽しみにしておきましょう。では、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回会いましょう。本、じゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズ、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら、高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。